何かあったんだろうか。これでどうだ？え？ありがとう。寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし、それでよしとするわ。次の野営で早速作ってみましょう。そんなに気になってたのか。
叩き潰す。力の差も測れなかったね。Thank you.
上出来ね。これは やめてくれ。子供には手を出さんでくれ。間に合ってくれ。みんな、奴らはまだいるのか。落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。
多くは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あってのものだねだ。だから時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか。ドク、みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う、そんな自分になってしまうことの方が怖い。俺はもう出会ってしまったから。支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない、俺にしか使えない、でも一人では使えない強すぎる力、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ、鉄仮面。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。ドク、ありがとう。今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると。
ここにもフクロウが。意外といるもんだな。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。差も測れなかったのね。問題なさそうな相手だな。
戻ってきたか。みんな待っている。早く帰る。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか。誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴にお前はどこか似ていてな。そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした。わかった。
ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ、考え抜かれた構造や工夫に驚きっぱなしだ。見てくれよ、この持ち手部分の溝を。いや、見せられても困るわ。腹はちゃんと満たせるはずよ。